こんにちは、太鼓さん。速稼塾の久保ですけども、まあ、作られてる動画の方向性はこれはなかなか面白いと思うんですよ。ただこれだけをやってれば受けるかどうかっていうのは分かりませんけども、ただ私が太鼓さんの立場だったらこの形で、まあ、日々ね地道にやっていくんじゃないかなと思います。であとはね、ちょっとこう数ですよね。動画の本数が少なければやっぱり、SEO 効果っていうのは出てこないんですよ。まあ、ですんで今回ちょっとね、まあ、アドバイスさせていただくとしたら2つですよね。1つはですね、まずは全体の動画本数少ないんですよね。この太鼓シリーズだけでもまだ10本いってないと思うんですよ。やっぱりね、数百本出ないと効果は出てきませんので、それは世の中にたくさん動画ありますからね。まあ、ですんでそこまではこう誰かに引っ張ってもらわない限りは動画単独で上がるってことはないかなというところですね。うん、まあ、それはね、タイトルをずっとしつこくね、同じようなタイトルを繰り返していくこと。例えばこう強い太字の括弧で囲ってるところあるじゃないですか。これが反応していくと思うんですよ。この括弧の後ろにすぐにね、第5っていう名前があると。これによってタイトルタグっていうのを結構ね、埋め込んでいくことができるんじゃないかなと思います。もう一つなんですけども、ハッシュタグ入れたらどうかなと思いますよ。これもすぐに効果は出ません。どんなこともすぐに効果が出て黄金を迎えるってことはないんですよ。それこそね、1000本1単位ぐらいでやっていかないといけないんですよ、 YouTube っていうのは。だからストック型なんですよね。最初は作業が多いんですけども、作業をたくさんやっていくとだんだん作業を減らしていくことができるんですよ。で、減らした結果私の場合は今に至るんですよね。で、今作業少ないですかね。私もね、相当数毎日動画アップロードしますけども、それでもね、やっぱりね、1日100本上げることはないんですよ。少ない時で30本、多い時で50本。これがだから YouTube で生き残るための、うん、まあ最低ステップみたいなもんじゃないかなと思うんですよ。例えて言えばですね、スポーツマンが毎日グラウンドを10周走るとかね、腕立て伏せを100回するとか、そのレベルなんですよ。オリンピックに行こうが三流の選手で終わろうが、それは絶対やるでしょうみたいなところが YouTube でいうところの動画のアップロード本数が、まあ何本っていうのは正確には分かりませんけど、私の感覚では、まあ、30本前後、っていうところじゃないかな。調子がいい時で50本前後とかね、うん、そのぐらい作っていかないとなかなかこの数ある YouTube 動画の中で際立っていくことができないかなというところなんですよね。というのが、自分が作った動画そのものが自分の作った動画と非リンク関係になってくるわけなんですよ。だからそういうのも使っていかないとなかなか上がっていかないかなってことですよね。で、ちょっとすみません、ハッシュタグの話ですよね。動画概要欄に3つが最適だと思いますけども、シャープ、例えば第5、シャープ、デトックス、シャープ、断食みたいな感じで、ね、やっていくんですよ。そうするとこのハッシュタグがタイトルの上にちょっとね、チラッチラッチラッてつくんですよね。で、そのハッシュタグ関連で人が呼び込むことができるってことがありますので、これね、ちょっとした手間がかかりますけども、慣れるといつもこれ埋め込めるってことになりますし、まあいつもじゃなくてもね、気がついた時だけでもいいんでやってみてはいかがでしょうかということでございます。まあ結局動画ってアクセスが取れなければ、再生数が何百っていうふうにね、安定しなければなかなか厳しいですからね。それやっていきましょう。今はね、太鼓さんが動画作ればこうやって私のメディアで紹介することができますけども、まあ言ってもね、10万のアクセスってのは私の動画の紹介で起きませんからね。まあせいぜい数千っていうところじゃないかなと思います。まあそれでもすごいと思いますけどね。はい、引き続きチャンネル登録者を増やすために、頑張っていきましょう。いってらっしゃい。